皆さんこんこにちは女優の後藤久美子さんが2023年12月26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」に出演しました12歳でデビュー後の学校生活を振り返りました「私は16歳の時は仕事していましたからね」と次男の現年齢と比較し実家に暮らしていて食事を用意する必要はなくて甘やかされた状態で学校と仕事と忙しい日々を送っていました と当時を回想しましたさらに私も結構大変でした人並みに思春期の反抗期というのをしていましたし学校も仕事も楽しいんですけど忙しくてどっちも楽しめない時期があったり学校の友達に助けられた部分もありますと当時の友達について言及しました続けて仕事に入るとずっと学校休むじゃないですか時々ちょろっと学校行くとクミちゃん 学校にちゃゃんとと来ないとダメじゃないいじってて、言われてその後仕事終わってちゃんと学校に通っているとなんで毎日学校来ているのちゃんと仕事しなよダメじゃないって言われたりしてと微笑みながら語っていました後藤久美子さんは1995年5月交際中だった F1 レーサージャン・アレジと婚約したことを明かしもらった婚約指輪を見せている光景が印象的でした。 番組内では今の暮らしぶりを明かしています現在はスイスジュネーブ在住で日本には年に2回は来たいなと思っていて幸運なことに両親が元気でと説明しました3人の子供のうち2人は独立したと言います最後にドラマ出演したのが30年前で娘は27歳長男は24歳人生の半分以上はヨーロッパで暮らしている計算になりますと語りました 次男は16歳でままだ家にいます。置いてこなければいけなくてでもね正直撮影には1ヶ月かかってじゃあねっていうこともしたくないですし親兄弟と会う時間も作りたいですし結局1ヶ月半ぐらい離れるんですねと現状を打ち明けました次男からは「1ヶ月半もいないの?」と言われたことを明かしでも「おかえりトラさん」を撮影したのが5年前で その時11歳だったから途中「ママ早く帰ってきて」と泣かれましたけど今回はそういうことはないでしょうね。ほっとするよよううなな寂しいようなと息子の成長と合わせて語りました1980年代後半に美少女ブームを巻き起こした俳優の後藤久美子さんここで後藤久美子さんのプロフィールを見ておきましょう。後藤久美子さんは 1974年3月26日生まれ東京都杉並区の出身です年齢は2023年12月現在で49歳になります後藤久美子さんは小学生時代に芸能界入りを果たしました小学5年生の時からモデル活動を開始しています1986年の nhk テレビの国のアリスのヒロイン役でドラマデビューと同時に女優デビューを果たしました 当時10代前半にしてセミヌード姿を披露し一気に大ブレイクを果たしたようです人気を集めていた後藤久美子さんは1986年に大きなスーツにサスペンダーを着用するなど男性風の姿も披露していました後藤久美子さんは中学生の頃に発売した著書五組五六で父親に似て力が強くスポーツ万能中学時代は腕相撲も同級生の男子に負けなかった と綴っていました後藤久美子さんの出身高校は東京都多摩市にある偏差値50ほどの多摩大学付属聖ヶ丘高校です高校卒業後は芸能活動が多忙なこともあり専門大学などには進学していません後藤久美子さんは18歳の時に多忙の中運転免許を取得しフェラーリをキャッシュで購入し多くの話題を集めていました車好きとして知られていた後藤久美子さんは 後にクーペフィアットを購入し自身の20歳の誕生日には150台のみ生産されたスポーツカー D の 206GT を購入しています美少女ブームの元祖極美子と後藤久美子さんが30年ぶりのドラマ主演で話題となっています松本清張原作で正月放送のテレビ朝日系顔女優再始動ともども大人になった極美の変わらぬ美しさ その言動が考えを持って受け止められていると言います30年はあっという間ええー、自分で言うのも何ですが子育てをして大変成長できたと思っていますと述べています日刊スポーツのインタビューでそう振り返ったというごくみモデルになった長女エレナをはじめ今や3人の子供を持つ母で長男ジュリアーノは父ジャンガレジと同じカーレーサーとなりましたそして 先ほど紹介した次男は16歳と成長期を迎えているそうですアレジ氏との熱愛が報じられ過熱報道の中突伏していったのは21歳の時でした売れっ子だった芸能界を退きさらに事実婚というつまりは未婚のままの旅立ちにほとんどの関係者が心配していました本人はというと気の強さで知られていましたが実に堂々としたもので。 成田空港から一人出発するときも笑顔で大丈夫ですよ楽しみですと話していたのが印象的でした前述の通り中学生でエッセイ集五組五六が出版されさらに連ドラ同級生は13歳に主演と大人顔負けの活躍をしてきたからでもあったのでしょう母となった五組はこうもコメントしています子供たちには怒ったときは一息ついて それから言言動に移すすことと言っています怒りにかまけた行動は決していい結果を生みませんからと母親としての顔を覗かせています確かに成長し丸くもなったのかもしれません映画では4年前に公開された「男はつらいよおかえり」トラさんに出演していますとふつ前からヒロインとして出演していたシリーズの続編であったことから監督たっての希望で出演しています 相手役の吉岡秀隆さんがキスシーンでお呼び越しになり、山田監督から背中をぐいぐい押されたというエピソードがあります。それだけ5組は成熟し、妖艶になったということでしょうと、山田組でも盛り上がっていたようですよ、と記者は語ります。大晦日放送のバラエティ番組、ざわつく大晦日にもゲスト出演し、長島和重さん、高島千佐子さんらとのトークで沸かせているそうです。 現在はスイスのジュネーブで暮らしているというごくみ。ちょっとした里帰りなのか、このまま芸能界復帰なのか。かつての美少女アイドルがママドル、熟女女優としてまたブレイクしたとしたら、当時を知る関係者も拍手ではないでしょうか。ごくみは来年3月の誕生日で50歳になります。2019年12月、ステージにずらりと並ぶ美女たち。その中には、 後藤久美子さんとジャン・アレジの長女エレナ・アレジ後藤と木村拓哉さんと工藤静香さんの次女後喜の姿がありました2人が出演したイベントは2019年12月10日に開催された「ブルガリ・アウローラ・アワード2019」でしたエレナも後喜も両親が2人ともスターであることから週刊誌などで「ライバル関係」として扱われることも多いそうです 積極的に娘のプロデュースに尽力する工藤静香さんに対抗してごくみも娘のプロデュースに乗り出すのではという報道もありました宣伝のために来日の機会も多くなるのでスイスで生活しているごくみも娘のエレナを応援しやすくなるというのもその根拠の一つだったのですがどうやら違ったようですこの時は入れ違いでテレビ番組などでの共演はありませんでした そのことを後藤久美子さんの実母に聞くと意外な返事があったそうです久美子とエレナはもう共演しないと思いますよ五久美とエレナは2018年8月にバラエティ番組に親子一緒に出てこう、共演はしていないそうです実はその理由は2人がスイスと日本で別々に生活しているからだけではないのだと言います「親のななびかり」とか言われたことにエレナは傷ついているんですそうですね インターネットなどでかなりひどいことを書かれたので、母親の久美子も同じでしたと実母は語っていました。二人は話し合って、もう共演はやめようと決めたのだと言います。声が沈みがちになった実母でしたが、話題が新作映画になると表情も明るくなったそうです。久美子はトラさん、だから久しぶりに出演したんです。私も試写会で見せてもらいましたが、 涙あり笑いありの素晴らしい映画ですよ。山田洋次監督は本当に天才です。私も映画館であと2回は見たいと思っています。と述べていたそうです。いかがだったでしょうか。今回は後藤久美子さんの近況を見てきました。女優活動も目指しているものの母久美子さんの現役時代は知らないエレナさん。彼女にも「寅さん」を見て昇進を乗り越えてもらいたいものですが。 親の力を借りずしようとする心意気は立派ではないででしょうか親であればましてや同じ畑で活動していくことを決めた娘ともなれば気が切れないはずですしかしそこは今後を考えて結論を出したのでしょう後藤久美子さん娘のエレナさんともども同行に注目していきたいと思います皆さんの意見をぜひコメントで教えてくださいご視聴ありがとうございました この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。